皆さんこんにちは、水木です。今回も、ボイストレーニングのことにね、絡めたお話をしていこうと思っています。歌がね、上達するのっていうのはどういう感じなのかっていうことなんですけど、どうしてもやっぱり例えばね、英語とか数学とか国語とか、まあそういう、まあ、受験科目みたいなものって勉強したら勉強しただけ点数って上がっていくと思うんですよ。あるいはね、マラソンでもいいけども、マラソンだったらね、走れば走るだけどんどん走る距離も長くなっていくし、長い距離を速いスピードで走れるようになってくるし、だからその上達っていうのは非常にこう目に見えて分かりやすい、まあそういうものって世の中には結構あると思うんですが、歌っていうのはね、それが分かりにくいものの一つなのかなというふうに思います。例えば歌ってね、すごい一瞬でポーンって進歩する瞬間があるんですよね。例えば支えの感覚が分かったら急に、あ、すげえ声出るようになったとか、あとはこう喉を開ける感覚が分かったら、あ、すごい高い声が簡単に出せるようになったっていう時があるんですよ。これ誰しも歌をちゃんとやったことがある人だったら経験すると思うんですけど、いきなり自分がすげえ上手くなったように感じる瞬間っていうのがあるんですよね。で、わあ、これすげえ上手くなった、喉が開いた、開いたらこんなに高い声が出るんだって、こんなに楽に声が出るんだって、こんなに大きな声が出るんだ、うわ、開けよう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 ってバカみたいにやっちゃうんですよね。で、そんなの開けることばっかりやってたら、どん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 歌が上手くなるような気がしてやりまくっちゃうんですよ。そうするとね、ドガーンって崩れるんですよ。ドガーンって崩れて、それまでね、上手かったレベルよりもさらにこう下がっちゃうようなことがあるんですよね。なんでなのかっていうと、要はいろんなこう技術があるとね、こう支えたり、こうポジションをこう上げたり、こう声をこう集中させたりとか、あるいはこうリラックスさせたりとか、逆にこうね、体幹にちゃんとこう支えビッて支えたりとか、まあこういうそういういろんなこう技術があるところで、ある部分の技術が足りないと、その技術のところをある瞬間に、あ、こういうことだって、こうバーンってこうパーンって飛び抜けて、そこだけこうバーンってやるとバランスが崩れちゃうんですよ。うわーってバランスが崩れる。今までこういうバランスのところに足りなかったところがあって、その足りなかったところがこうグッてきたから、だから歌の全体のバランスがこうさーって整っていい感じで声が出せてたんだけども、喉の後ろを開けるっていうことばっかりやってたら、今度はそれまでの全体のバランスがまた乱れちゃって、それでまた、あれ？逆にできなくなっちゃったみたいな感じなんですよ。そうするとね、最初に喉を開けるっていう感覚がわからなかった時よりもさらに歌が下手になっちゃうっていうこともね、あったりするんですよね。だから非常に昔の言葉ですけども、3歩進んで2歩下がるなんでね、人生はワンツーパンチ、汗かきベソかき歩こうよって歌知りません？あるんですよ。人生は3歩進んで2歩下がるっていう歌があるんですけど、いや本当にね、歌もそれですよね。3歩進んで2歩下がる。だから歌っていうのは本当に進歩が分かりにくいし、これ下手したら上手くなってんのか下手になってんのか分かんねえみたいなね、時があるんですよ。ただ確実に言えるのは、まあ、バランスが崩れてね、例えば喉を開けることばっかりで、全体のこうバランスが崩れたとしても、それでもやっぱ喉を開けるっていうスキルっていうのは確実にこう身についてるんですよね。あとはその部分と他のこうバランスをどう取っていくか、あるいはその喉を開けることによって生じたまた別の問題点をどうやってクリアしていくか、また新たな課題が見えてるわけだから、だから最終的には、どんどん進歩はしてるんですよね。だからまあ3歩進んで、まあ2歩なのかな。完全に、交代するってことはないと思うんですけど、ただ感覚としてはね、急に歌が歌えなくなっちゃったりするんで、物理的に高い声が今まで出てたのが、あれ出たーと思ったら逆に出なくなっちゃって、ずっと出なくなっちゃうみたいなパターンもあるんで、だからそこがね、進歩が歌は分かりにくいが難しいところであるんですけど、でそういう時にじゃあ何をこうマイルストーンというか、何をこう信じてこう進んだらいいのかっていうと、結局それはね、やっぱ指導者の人の意見なんですよ。まあ例えば私がね、まあ大学時代、大学院時代、あるいはまあ日本で一番大きなオペラ研修所に通ってた時とかも、やっぱり師匠っていうのがいて、でその師匠に声を聞いてもらって、今の状態はいいのか悪いのか、もし悪いとしたらどういう方向に行ったらいいのか、もしいいとしたらさらにどっちに進んだらいいのかっていうのを客観的に教えてもらうっていうことがね、すごく上達する上での最短ルートになってくるんですよね。自分で自分のことを観察して、どうやったらいい方向に行くのかなっていうふうに試行錯誤するっていうのはもちろん大事なんですけど、結局ね、歌の先生っていうのは同じように苦労して、同じように悩んで、同じようにこうもがいた経験があるから、ずっと先の方にいるんですよ。でその先の方から、遠くの方の上の方からこう自分のことを見下ろしてくれてるんで、ああ君、ああそれは、ああ俺も昔やったけどそうじゃない、ここはここはこうしてこうするんだよっていうことがね、俯瞰して言えるんですよ。なぜならその自分が経験してるから。っていうわけで、やっぱ指導者の存在っていうのはすごく大きいですよ。だからこのボイストレーニングのチャンネルを見て、もしかしたらなんかヒントになって、すげえ歌うまくなったみたいな感覚になる人いるかもしれないんですけど、同時にね、そればっかりやってるとまた下手になります確実に。でその時のバランスの取り方っていうのは、自分で試行錯誤すると非常に時間がかかります。指導者に教わるのが一番確実な方法ではありますね。
で、その指導者は、まあ、自分で見つけるしかないんですけど、まあ、そんな形でね、そうだね、まあ、まとめると、歌は3歩進んで2歩下がる。ね、いきなり進歩したと思ったら、それはね、また下がってしまうことの前触れだったりするので注意しましょうっていうことが一つと。あともう一つはね、自分が進歩してるのか進歩してないのか、こっちの方向でいいのか悪いのか、わからないときは、指導者の人にね、意見を求めましょう。ね、その二つが、やっぱ上達する上で、非常に大切な考え方になってくるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。というわけでね、今回もちょっとざっくばらんな肩の力を抜けた動画でしたけれども、この動画もし面白かった方は高評価、LIKE ボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも水木でした。